エレディアは、コスタリカのエレディア州の州都。2016年の人口は35万2100人で、国内に首都サンホセの約10キロメートル北に位置する。もともと増えたレス人が暮らしており、スペイン人の侵略時のカシケはガラビトだった。1706年、カルタゴから来た入植者は、彼らがアルビリラと呼ぶ場所に小さな教会を建てた。 1716年から1717 17年、先住民がクブフキと呼ぶ北の土地に入植者は村を移した。1736年、小教区が設置された。1751年、ニカラグア及びコスタリカ司教のペドロ・アグスティン・モーレルでサンタクルーズが、教会が運営する初めての学校の開校式に訪れた。この学校は現在はリセオで、 エレディアとして知られる。1763年、ビラに昇格し後にエレディアと改名された。1796年10月31日、無限在の親鳥協会の再建が行われた。1812年5月19日、自治体に昇格した。1824年、市に昇格した。1848年、エレディア州の州都になり、7地区が設置された。 アルフレド・ゴンザレス・フローレス・オスカル・アリアス・サンチェス。ありがとうございます。